どうも、つむつむしみたです。まさかまさかのね、えっ、ー、と、梅さんからセレクトボックスの情報が出たんですけど、なんと、えー、なんとですね、えっ、ー、と、キーダがまた復活しました。これすごいね、あのー、ものすごい復活率だね、キーダ。今年で3回目かな今年で3回目の復活になります。確か、3月くらいに1回復活して、で、その次、いつだったっけ七、七月くらい に復活してまたね、キーダ復活ということで、まじでね、3ヶ月くらいのペースで復活しちゃってますね、キーダ。なんだけど、まあキーダね、実際ね、あのめちゃくちゃ強いです、低スキル。低スキルは特に強くて、えーとスキル1アウトね、ジャックサリーと、 まあ、あ同じくらいのコイン効率、スキル1でね、えっ、ー、と、もう本当に最強クラスです、スキル1だと。で、えっ、ー、と、ま、あそこが魅力なんだけど、ま、あただね、えっ、ー、と、まあ、前回、ジャックサリーがね、来ちゃったばっかっていうところあるんで、えー、ジャックサリーをゲットした方はね、ま、あ別に今回、あのー、まあ、ああの、そんなに優先度は低いかなと思いますね。まあ、あラプンツェルチャームとかにもいるんだけど、まあ、あラプンツェルチャームに関しても、旅券のマジマリゼンドラゴン、えー、プリンセスシンデレラも、えっ、ー、と、全部ね、なんかあのー、 ま、そんなに、復活頻度もね、復活頻度っていうか、レア度もあんま高くないので、え、今回に関してはもう本当に、レア度に関してはもう全然、あの、今回のボックスは低いかなと思うんですけど、ま、あ性能面で言うと、このキーダが飛び抜けてるっていう感じなので、え、逆に、えっと、 ま、低スキルからほ、あの、稼げるツム欲しくて、えー、前回ジャック、若干のサリーセレブを、えっ、ー、と、残念ながらね、若干のサリーゲットできませんでしたっていう方は、まあ、ここで聞いたゲットしておくと、まあ、稀系で難しくはあるんだけど、えっ、ー、と、まあ、低スキルに稼げるので一応このツムね。 ええと、全然ね、稼げるなる、稼、あのー、低スキルのね、稼ぎ柱として、えー、使っていけるようになるんで、まあ、そういう方におすすめかなと思います。キーダ持ってない人はね、えー、ぜひここで引いておくと、ええー、と、いいかなと思うんですけど、まあ、ただ、若干のサリー持ってる人に関しては、まあ、ここはスルーでいいかなっていう感じだね。なんで、このボックスおすすめの人まとめると、えっ、ー、と、まずキーダを持ってなくて、若干のサリーも持ってない人が、えー、このボックス結構、かなりおすすめかなと思います。いてことで、えー、今回は10月12、 10日、えー、登場のセクトボックスの情報が出ましたよっていう動画でした。それでは皆さん、バイバーイ